吉田森高は、日本の自動車エンジニア、実業家、愛心代表取締役社長、豊田自動車執行役員副社長、豊田中央研究所代表取締役会長、ダイハツ工業取締役新興国、小型車カンパニーチェアマン、レクサスのチーフエンジニアなどを歴任。東海高等学校を経て、1980年名古屋、大学工学部機械科を卒業して、 トヨタ自動車工業に入社。後年東海高等学校同窓会長も務めた。80年入社組は、方作と称され、同期入社に、宮内和樹美トヨタ自動車、東日本代表取締役社長などがいる。初代レクサス LS や、レクサス SC のサスペンション、ステアリングの設計を担当した後1993年から、第一開発センター主担当員。 同センター主査を務めトヨタクラウン、レクサス GS、レクサス LS 等の企画開発に従事。2003年に同センターチーフエンジニアを経て、レクサスセンターチーフエンジニアに就任し、レクサス LS の企画統括となる。BR システム技術企画室長、制御システム統括部長を経て、2009年トヨタ、自動車乗務役員、トヨタ第一開発センター長に就任。 2014年から専務役員。2018年副社長に就任。ミッド、サイズビヒクルカンパニープレジデント及びトゥンが推進部統括を務め、新設計の開発にあたる。ダイハツ工業取締役兼務。2019年 MS 統括部部長兼務。同年車開発センターセンター長兼務。2020年ものづくり開発センターセンター長。 新興国小型車カンパニーチェアマン、ダイハツ工業取締役新興国小型車カンパニー、チェアマン兼務、同年トヨタ中央研究所代表取締役会長、2021年内新代表取締役社長に就任し、トヨタ中央研究所代表取締役会長を退任。ありがとうございます。